ハリー・ポッター作品をはじめとした数多くのファンタジー作品に登場する賢者の石。 賢者の石はどんな病気をも癒し、不死の力を与えるとされる魔法の石です。いかにも空想上の物質という感じですが、実は現実に存在するという話はご存知でしょうか賢者の石は錬金術師によって何世紀にもわたり研究が進められ、かのアイザック・ニュートンも賢者の石に関する数多くの記録物を残しています。果たして賢者の石を生み出した錬金術とはどんなものなのかそして賢者の石を手にし、莫大な富を築いたニコラス・フラメルとは はじののめに、賢者の石を生み出した錬金術とは何なのか。錬金術とは、その名の通り、金を生成する技術のことを言い、紀元前から中世にかけて盛んに行われていた現代科学の基礎になったものです。普通、金は自然から掘り出すものですが、錬金術では科学変化によって、鉄や銅といった普通の金属を金に変えることを目指していました。今でこそ無謀な行いだということはわかります 当時の人々はサナギが蝶になるようにある物質が全く別の物質に姿形を変える自然界の法則を見てそれを自分たちでも再現できると考えたんですねそんな錬金術の中でも最上位の功績とされていたのが賢者の石の生成です科学は現実主義の人が取り組む学問というイメージがあるだけに賢者の石なんていう突拍子のない石の存在が信じられていたなんてちょっと不思議だと思いませんか ついた生活をしており太陽は金月は銀火星は鉄といったように太陽系の惑星それぞれに対応する金属を割り当てるなどして石に対して神聖なイメージを持っていましたそういった時代背景から錬金術には一種のオカルトのような要素がありその最高峰がまさに賢者の石だったわけですそんな賢者の石は空想上の物質かと思いきや精製に成功したとされる人物が存在しますそれがニコラスフラメルニコラスフラメルは14世紀から15世紀にか フランスのパリに住んでいたとされる出版業者です出版業といっても公的な証書や遺言書など重要な書物の出版を取り扱っていたため当時のパリではとても裕福な人物の一人でしたフラメルは貧困者のための事前施設を建設したり自宅を宿泊施設として開放していたりと熱心な事前活動家としても有名でその当時の活動の名残は現在のパリでも見ることができますそんなお金持ちで心優しきフラメルが賢者の意思とどう結びつくのかフラメル は公的な出版物を扱っているといった通り本の想定には金の飾り地を使うなどしてとても豪華に仕上げていましたしかし当時の金は大変貴重でお金があれば手に入るというものでもなかったため裕福なフラメルでも金を確保するのが困難だったとされていますまた当時の法律で金を扱う際には純金の使用しか認められておらず現代のように純度の低い金を代わりに使うということもできませんでしたそのため錬金術で自ら金を作り出せたら どんなにに楽だろうとと常に思案していたとされていいたされますそんなある日、フラメルは夢の中で天使から一冊の本を見せられたと語っています。しかし、その本の内容まではよく見えず、手に取ろうと腕を伸ばした瞬間、目が覚めてしまったそうです。その夢は今まで見た夢とは明らかに気質が違っていて、フラメルはずっと忘れられずにいました。それからしばらく経って、一人の男性がフラメルの店を訪れ、一冊の古書を買い取ってほしいとお願いしてきました。フラメルはその本を見て協定して ます夢で見た天使が持っていた本と全く同じだったからですすぐにその本を買い取り中身を見てみると冒頭には「ユダヤのアブラハム王子聖職者レビ人ビ先生術師哲学者が記した」と書かれており続くページにはいくつもの暗号のような文章やさし絵シンボルが書かれていましたそれを見たフラメルはすぐに錬金術の本だということに気づきます当時多くの錬金術師は研究した情報が漏れることを恐れてあえて文章だけではなく挿絵なども 差し込み自分にしかわからない暗号のような文章を作っていたので買い取った本はまさにそういった金を求めていたフラメルは早速その本の解読に挑みましたがなかなか解読が進まないまま10年以上の時が経ってしまいましたそんな中で解読の一環としてユダヤ人亡命者が多く住むスペインを巡礼している時ユダヤ人学者の漢士と出会いその本が樹脂アブラメリンの聖なる魔術の書の写しだということを 教えられますその魔術書は大昔に失われたとされていましたが、本の解読を運命づけられた者のところに自らやってくるという伝説を持った本でした。そして、感謝の助けも借り、21年かけて解読に成功させたフラメルは、3回の錬金術を行い、自ら金を作り出したとされています。しかし、この錬金術は秘密裏に行っていたため、当時の人々がフラメルの功績を知ることはありませんでした。にもかかわらず、フラメルが錬金術を成功させたという噂が瞬くま 悪魔に広がりますその理由はフラメルがはから見ても収入に見合わないほどの不動産の買収や慈善活動を行っていたからです実際当時のフランス王シャルル6世はフラメルの収入の出所を怪しく思い調査を命令したともされています調査の結果は特に怪しい取引などもされておらず王政はフラメルの謎の収入源を解き明かすことができませんでしたこのことからフラメルは錬金術によって莫大な富を築いたという話が広まったんです ここまでの話は、フラメルが亡くなる5年前の1418年に書かれた、昇景グーイズの書に記されています。しかし、ここまでの話の真実を証明する物的証拠は何一つ見つかっておらず、フラメルの錬金術の真意については疑う声が後を絶ちません。昇景グーイズの書も、フラメルの死後、第三者によって書かれた偽書だと指摘されています。さらに、フラメルが夢の中で天使に見せられたとされる魔術書も紛失しており、その本自体も実在したかどうかわからない。というのが現です。 現状です公式の記録によると、フラメルは1418年に亡くなったとされていますが、その死後から200年以上経った17世紀頃には、各地でフラメルを見たという都市伝説が流行し、錬金術の果てに賢者の石の生成にまでたどり着き、不老不死の体で生きながらえているのではないかとも言われていました。もしかしたら、今まさに世界のどこかでフラメルは賢者の石と共に生き続けているのかもしれません。これまでの歴史上では、フラメルの他にも錬金術を成功さ せたまたは賢者の意思を生み出したと発言する人物はたくさんいましたがいずれも物的証拠は何も残っていませんそんな錬金術ですが現代の科学力をもってすれば実現可能なのではないかとも思いませんか実は可能なんです1923年日本の物理学者長岡半太郎が水銀から金を生み出す実験を行いましたどんな理論に基づいて実験を行ったのかというと金が金であること水銀が水銀であることその他全ての物質の科学的 性質は原子を構成すする容姿の数で決定されています例えば金は79個の容子で構成されており水銀は80個の容子で形成されていますこのことから長岡半太郎は水銀の容子を1個引き離すだけで金に変えることが可能なのではないかと仮説を立てたんですねそこで容子を引き離す力として水銀に 15000V の電流を流しましたその結果残留物に少量の金が含まれているのを確認見事水銀を金に 金に変えることに成功したんですこうして聞くと、すごく簡単な作業で金を生み出せたと思えるかもしれませんが、用紙同士はとても強力に結びついているため、容詞を一つだけ引き離すというのは並大抵のことではありません。まだまだ不確定要素も多く、現在でも研究が続けられています。また、この技術によって生み出される菌はほんのごくわずかであり、採掘するよりもはるかにコストがかかるため、実用化にはほど遠いというのが現状です。とはいえ、技術は日々進歩しているので、 未来ででは本当のの意味での錬金術が可可能能になっている可能性も十分考えられます実際、昔の錬金術は金こそ生み出せなかったものの、その副産物としてガラス製造や蒸留技術など、現代に必要不可欠な数多くの技術の発展に貢献しました。それと同じように、現代の研究が未来の技術への貢献につながっていることは間違いないので、もしかしたら未来では本当に金だけでなく、賢者の石が生み出されているのかもしれません。ニコラス・フラメルと賢者の石は、 いろんなファンタジー作品に登場するので、今回の動画で実際の歴史を知った方は、今後もいろんな作品の世界観をより深く楽しめると思います。以前の動画では、ディズニーのアラジンに出てくるジーニーの元ネタについて紹介しているので、ファンタジー作品が好きな方は、そちらの動画も概要欄のリンクからチェックしてみてください。皆さんは賢者の石が実在すると思いますかぜひ意見をコメント欄で聞かせてもらえると嬉しいです。以上が賢者の石についての話でした。 古来から石には特別な力が宿ると考えられており、パワーストーンという形で現代まで受け継がれています。フランスの皇帝ナポレオンはスターサファイアの力を借りて多くの成果を残し、エリザベス女王は重要なスピーチの際、必ずターコイズのブローチを身につけたりと、権力者ほどパワーストーンを利用してきました。もちろんパワーストーンには科学的な効果はなく、原滑儀としての役割しかありません。しかし、その原滑儀が歴史や文化を動かしてきたってロマンを感じますよね。歴史から見て でもパワーストーンは効果を求めるものではなく意味を求めるものだということがわかりますパワーストーンには誕生石や星座石といった皆さんそれぞれにあった石が存在します誕生石と星座石についてはブログにまとめているので自分だけの特別なパワーストーンを見つけたい方は概要欄のリンクからチェックしてみてください人生を変えるきっかけがパワーストーンに眠っているかもしれませんこんな感じでこのチャンネルでは都市伝説芸術スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので僕 僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。